ショータイムゴルフです。9人の男子プロゴルファーが集まりまして、1ホールずつスコアが悪かった人たちから落ちていって、スコアが並んだ場合は同じとこからアプローチして最もピンから遠い人が脱落、最後に勝ち残った人のみに50万円が贈呈されます。出場選手の皆さん、カモン。今日からもうみんな前面、前面みんな。さっきバーディーの人スキップね。はい。じゃあ俺とタックンと翔成くんスキップ。172ヤード。あれ、カン君。いや、やっぱワンウェイ俺に合ってた。今日の職業何？今日の職業。そうだね。何でもないねもうね。あ、もぐもぐタイが入りました。あわや脱落のヒカル君。ちょっと一安心してあれでしょ。もぐもぐタイムでしょ。だいぶリラックスできた。だいぶハート来てる。お腹が多分空いてたんですね。よく食える。お昼ご飯食べてなんか。よく食える。緊張して食えねえ。食べる。食えねえ。8番。うまいこれ。うまいこれ。うまいこれ。でかい。フォロってる。次だね。8。ナイス。うまい。あれ新田くんじゃない？当たる。あ、俺も3ホールぐらい回りたかったな。緊張してる。うまい。うん、ナイス。解説は菅選手でお送りいたします。3ホールぐらい回りたかったね、俺もね。9ホールあるから3ホールは回りたかったよね。3分の1は、うん、3分の1は回りたかった。何番？ピッチングで。はい。ピッチング？バカじゃない。どうですか、飛距離は。そうね、あのさっき木に当たっちゃったからちょっと未知数だよね。これでグリーン越えたら本物。これもいい。ナイス。チングピってあんなに上がんない。172。マジで。
どうですか翔太さん、やばいね、化け物だ、面白いでしょ、うん、やっぱ高広と回すべき、そうだね、勝てないよ。8番です、8番、ナイス、みんな乗った、ナイスです、ナイスです、僕たちショータイムゴルフは地球環境に優しくゴルフ場を大切にしております。いつもね、動画ではいつしてるのあの掘りっぱなしだぞって言われるからね、おー、偉い、まあ、普通だよね、偉いというかね、当たり前のこと当たり前のようにしてるだけだ、偉い、なるほどね、偉いわ、ナイス、ありがとうございます、うん、ナイスメツチ、ナイスメツチ、じゃあ次もスキップでいい？いいバーディーパット打てますね、誰が、はい、あなた、はい、ピッチングはやばない、ドライバーの飛距離何ヤードですか、ドライバーは今平均320です、やばいね、9番アイアンでちなみに平均いくつですか、9でだいたいでも166ぐらい打つんですけど、ちょっと風フォローやったんで、なるほど、170のフォローはピッチング、はい、素晴らしい、ほらここだからね、ピンちょっとオーバーしてるから、すごいね、どうですか、ちょっと落ち着きました、まあ最初よりはちょっと、はい、食事タイム、お腹空いちゃった、ああ2回もバーディー取れたね、これはね、エネルギー足りなくなるでしょ、ああそうね、もうだっておかしいじゃん、俺がバーディーバーディーでスタートするなんて、うん、天と地がひっくり返ったようなもんじゃん、いつもボギーパーぐらい、やかましいわありがとうボギーパーって言ってくれて、うん、ボギーボギーじゃなくてありがとうありがとう、いやしかしみんなうまいね、うん、スキップした気持ちは気が楽、気が楽なんですけど、まだ序盤の序盤じゃん、うん、まだまだそうね、緊張する、50万かゼロかだからねまあここから取るのは俺か俺以外でしょ、ああなるほどね、ごめん、なんて言ったちょっと翔太でけえな、はい、翔太のバーディーパット、奥からチャーでもないけど、2メーターぐらいですかね、ちょっとショート、次はしのくんのバディパット、奥から12、3メーターぐらいかな、しのゆきさんバディパットです、ナイス、いやー意外と下りの割に行かない、ナイスパ、ナイスパ、前面大丈夫だよ、入るよ、ああ知ってる知ってる、うん、どっから入れるかちょっと決めてる、ああなるほどね、うん、翔太にもらった電動歯ブラシのおかげですごく歯がツルツルなんだよね今、マジで、うん、ありがとう翔太、前面大丈夫だよ、入るよ、うん、知ってる知ってる、どっから入れるかちょっと決めてる、ああなるほどね、山浦くんのバーディーパットです、伸びろ、惜しい、惜
ショットやんな。だいぶ遅いんじゃないの今日、うん、練習グリーンより。予選通過の中島ひかるくん、バーディーパット。ナイス。ナイス。ナイス。もう緊張がほぐれたね。だいぶ。あ、翔太の大事なパーパット。何メーター？3メーターぐらい？3はないかな。2.5 ぐらい。2.34。これは入れときたい。でも結構パタレンしてたからこの前。入るね。うん、多分いける。おーい。あー切れた。メイン MC 陣が。MC 陣が。いやちょっと待てよ。チャンネルの持ち主が脱落した。いやーこれは申し訳ない。ちょっとチャンネルの持ち主が脱落してしまいましたが。やばい、これあるよ。まだ3パットあるからね。まだね、3パットあるね。そしてうまい。ナイス。脱落した。さっきのが一番。どうですか今の気持ちは。やっぱりちょっとね、フォローで、うん、1番持ったとこだったわ。俺がちょっと後ろ立っちゃったのがね、うん、9番持つ予定だったんだけど、うん、8番で抑えようみたいな。今日飛ばなかったから、うん、なるほど。カンカン知らないやつね。フォローが強くなっちゃうね。そうなんだよね。いやー翔太選手、まあ、しょうがない。カメラマンで見ます。俺もだよ。一番喋って面白い2人がカメラマンに回っちゃうっていうのは、そうね、だからね、逆にね、よろしくないよね。逆にあの想定内だね。想定内。これちょっとサムネ、俺と翔太がカメラ持ってる姿にしよう。あーいいね、それしとこう。後で撮っとくわ。